何回か私もお話ししたことあるかもしれないけど、介護施設に勤めてたんでね、一人でこう、まあ、特に夜勤帯なんかは自分一人で20人とかの、おじいちゃんおばあちゃん見てたんで、やっぱり一人が見てるんで、私の心がもう完璧に影響するんですよね。その20人を見るって、その夜勤帯。アンフィニ時代ですか？アンフィニ時代ですね。何年お勤めされてたんですか？何年かな？3年ぐらいだと思いますけど、3年のうち1年間はもうバリバリうつ病の中、まだアンフィン知らなくて、安定剤いっぱい飲みながらやってたんですよ。よくやってたなって思って、病気って隠しながらね、やってたんだけど、ある日突然治っちゃってから、いや、アンフィニの考え方取り入れてやってたら、やっぱりアンフィニも、ある程度までこう自我はこうどん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 こう、解放してっちゃうんで、自我のストップが来るんですよね。このぐらいでやめとけっていうのが来て、ちょっと一時的に、こう、日常生活、職場とかでもちょっと荒れましたけど、やっぱり、そこで踏みとどまって、もう、いやいや、私はこれ自分で映し出してるからって言って、統合統合ってやってたら、あるところからガラッて変わって、もう、ほんと、変わっちゃいましたね、職場が、人も、なんか何もかもが変わっていっちゃったんですね。私が夜勤してる時に、まあ、20人ぐらいが自分の部屋に個室だったんで、個室に入ってるんですね。で、まあ、たまにヒューってトイレに入る人とか、なんか水くれっていう人とかが部屋から出てきたりするんですけどね。で、ある日の夜中、一人いたら、ガラガラガラって部屋の扉が開く音がして、で、トコトコトコって聞こえるんで、あ、誰か出てきたなーって思ってたら、全身血だらけのおじいちゃんが私に向かって歩いてきたんですね。あって思って、それまでずっと統合しても統合しても変わらないなーっていう映像があったんですね。それが、私は事故対策委員会の委員長だったんですね。その事故対策っていうのは、もう例えば洗剤を飲んじゃいましたとか、おじいちゃんおばあちゃんが誤飲誤食しちゃいましたとかね。なんか、転んじゃって怪我しましたとか、椅子からちょっと座りそびれて尻もちつきましたとか、全部それ事故なんですね。で、事故対策委員会の委員長なんで、ああ、また今月もこんなに30件も事故があった。中でもその転倒事故、転ぶ事故っていうのは最悪のものとして捉えられてたんで、その施設の中で、まあ全体的にそうですね、世の中。転倒するっていうことは、もう骨折にもつながるし、骨折するっていうことは寝たきりになったり、いつでも死んじゃってもおかしくないんだよっていう、そういう考え方なんですね。なんでも、転倒だけはさせてもなるまいっていう感じでいて、で、転倒が起きたら、ああ、私がやったん、映し出したんだなって言って統合はしてたんですよ。でもね、その統合し始めたからこそ、やっぱりあっちこっちで転倒、逆に転倒し始めたみたいな、なってて、で、それを、あれ、統合してるのに終わらない。統合してるのにまた同じ映像が流れるって。なんか、この映像が変わるために統合するみたいなとこ、やっぱやってたんです、最初のうちは。で、本当それを半年間とか10ヶ月ぐらい、毎月毎月、転倒事故4件、3、4件必ずあるみたいなのがあって、で、それ反省文書かなきゃいけないみたいなのがあってね。で、それずっとやってて、で、そのおじいちゃんですよ。血だらけのおじいちゃんが出てきて、わかったって言ったの。わ かりましたよって。その時精霊とか、そのハイヤーセルフに導かれるとかなかったけども、概念が。やればいいんでしょ、これをって。もう私がこれ映し出したんですよね。わかりましたよって。なんか、このおじいちゃん、血だらけのおじいちゃんまで出すってことは、もうこれやれっていうことですよね。って言って、もう、なんかね、不平不満を一切言わないって決めたの、その時点で。で、普通だったらもうこういうマニュアルでしたら、その血だらけのおじいちゃんが現れました。即電話。2階、私1階の担当だったのに、2階にも20人のおじいちゃんおばあちゃん見てる夜勤隊の職員がいるんで、呼ぶ、ヘルプをして、
で、すいませんって言って、直ちに来てもらって、一緒に、その、何か、何やるのね、その、テープでこう保護するとかなんかやる、うん、やり方法があるんだけども、まあ、すねをパックリ割れてたんですね。パックリすねが割れちゃってて、そのそこから血が流れてて、それをどうにかしようと思って血だらけになってたみたいな感じで、部屋でね、ちょっとやってたらしいんですけども、で、そのマニュアル通りしなかったんですね、私。まずこれ統合してからじゃないとダメだって、語っちゃうと思って、ちょっと毛布一枚持ってきて、ちょっとこれ被ってくださいって言って、ここに座ってておじいちゃんねって言って、座ってもらって、その目の前で統合したんですよ。すごい。私がこれを 100% 自分で作ったんだって。うん、それを 100% 認めて、で、例外はないんだって。で、うん、なんか、それを映し出した、これを私は手放すんだ。意思して、で、うん、統合。ガーって統合しました。OK って言って、電話して、来てくださいって呼んで、で、処置そこでしたんですね。うん、でも、統合して、処置して、で、洋服も全部着替え、ね、着てもらって、血も拭いて全部やって、うん、オッケーってなってから、もう最終的に床の血だらけの床を、廊下をこう、1時間半とかかけながら、おじいちゃんの部屋も血だらけなんで、おじいちゃん寝てる中こう拭いたりしてて、なんか統合した感はあったんですよ。もうやったってのがあって、その日から一切テント起きなかったんです。やめるまでね。他のフロアでは起きますよ。ああうんうん、でも自分のフロアでは起きなかったですね。じゃあもう自分が作ってた。自分が作ってたから。自分が作ってたか、うん。私のその時強烈に嫌だったパターンが転倒されるっていうのが嫌で。転倒されたっていう、自分がその映し出したんじゃなくて、また転んでくれたわみたいなところだったんですね。でも、これ私が、投影したんだ、映し出したんだ。これ 100% そうなんだっていうところからやったので、全部自分が悪いのではなくて、自分の持っている、まあ映像、フィルム、それがあるんだから、うん、これを持ってるっていうことを持ち続けてるっていうことに責任があるんだから、うん、私はもうこれノーサンキューだから手放しますっていう意思を 100% 持った、時のと、あれは、あやこさん的には100の統合だったと思うんですけども。うん、あ、本当に、その映像が変わる変わらないに目が行くんじゃなくて、ここに、原因はここにあるから、これを私は手放すんだって、ここから全部やっちゃってるんだって、映し出しちゃってるんだって、その見方が大切なんだなっていうのはすごい分かって、今は奇跡講座ですけども、はい、奇跡講座も全く同じですね。自分が間違いなくこれ投影してるんだって。自分が作ってるんだっていう、でっち上げたのは私っていうのを重々認めたところから許さないと、なかなかですね。終わっていかない。自分の中の苦しみが終わっていかない。それが言いたかったです。血だらけのおじいちゃんの例はね、まあ、後々こうやって私も皆さんにいろんな例をお伝えするのに、あの時のさんありがとうねって思うね。そういう体験させてくれて。うん。その時は、おいおいって思ったけど。いやー、こういうのを私は映し出さなければやらないんだなっていうのが、分かったね。はいはい、分かりました。もう泣き入って、分かりましたよって言って、これやんなかったら次どういう状態のが現れるか分かんないしね。次はね、腕切り落とされちゃったみたいな人が出てきたら大変だから。本当、次私何作っちゃうか分かんないっていう感じで、やってましたね。うん、面白いね。味方、自分がでっち上げたんだ。で、でっち上げたとしても自分も悪くないんですよね。そこがすごい大事で、あ、私また投影しちゃったっていう罪がないんですよ。ただ、自分が分離したって信じてるだけで、
せいぜいそれ夢だし、一個も起きてないよって言ってるのね。ああ。うん。やっちゃってないんだよって言ってる。やってない。そうそう。だから、投影したとしても、何の、罪がない。悪くはない。ただ、ただし、はっきり間違ってはいる。間違ったことを選択はしている。からそれをやめますって宣言することだけですね。結局髪の毛一本まで決まってるってね、よく言ってるけど、もう映像はもう一回出来上がってるんで、それは変えようがないですね。なんか削除されることはあるけど、まあ、多分私がもっともっと、もっともっと前の段階で100の統合を起こしてたら、カズさんが血だらけになって出てくる必要はなかったのかもしれないんだけども、そこを削除されちゃったと思うんですよ。はぁ。もっともっと前の段階で。だからそれが実感の削除でね、不要なシナリオは精霊がどんどん切ってくれる、ね。でも、まあそれを永遠選び続けてきたんで、あ、次はこれだよ、次はこれだよって映像が現れ続けるわけですよね。そう。で、その自我としてそれを投影してるからといっても、それ最初からあった映像で、まあ、前回までちゃんと許しが100起きてなければ、それ映像が現れ続けるし、まあ、また別個のものが似たような形として見えてるだけっていう場合もあるし、そこにやっちゃった感は必要なくてね。あ、レッスン差し出されたんですね。わかりました。これをただただ淡々と精霊にお願いしていくだけだっていうところだけでいいですね。なかなかね、難しいとは思いますけどね。レッスンがあるってことはもうものすごいありがたいことでね。